皆さんこんにちは。突然ですがスペースサステイナビリティでわかります？今いろんな企業が取り組んでいるサステイナビリティの中の一つで、人と地球と宇宙を持続可能にする、それがスペースサステイナビリティです。で、実はですね、我々の生活に深く関わる大事なテーマなんですが、今日は明日にでも人に話したくなるような興味深いポイントをまとめながら紹介したいと思います。さあ、ここは東京のディープな街、錦糸町です。ここにスペースサステイナビリティに取り組んでいる面白い企業があります。それがこちら、じゃん、アストロスケールスペーススイーパーズとありますね。早速入ってみましょう。あ、ここにもアストロスケール。地球の衛星軌道上には役目を終えた人工衛星やロケットの上段、またはそれらが衝突してできた破片などがゴミとして漂っているんです。それらの宇宙ゴミをスペースデブリと呼ぶんです。でもそれって地球で暮らしている僕たちに関係あるんですかね？実はですね、ものすごく緊急事態です。ほう。たった今飛んでる人工衛星って3000機ぐらい飛んでるんですね、でゴミは2万5000個ぐらい飛んでるんですけど、まあ、宇宙にある物体のほとんどがゴミなんです。地球があるとゴミってこう飛んでるんですよ、で秒速7キロから8キロって、まあ、東京から大阪1分で行ける速さで、こう飛んでるんですよ、実は宇宙のゴミ同士が今ぶつかってまして、でぶつかるとパーンってこう細かいゴミになっていくんですけど、細かいゴミもものすごい速さで飛ぶので、他の生きてる衛星とかに当たってもバーン連鎖反応的に衝突を起こしていて、もう放っておくと宇宙は持続利用不可能だっていうのがもう分かってます。 There's a lot. So that's the question is why should we even care, right? It's out of space. And what's the point? So I don't see it every day. So why should I worry about something I can't see every day? Out of sight, out of mind. Yeah, right? But the fact is we rely on this stuff.Constantly, everything we do is reliant on satellite data. Like, how did you get here today? I used my GPS. You used your Google Maps, right? That's based on satellite data. And so we've been launching satellites into space since 1957, okay, a long time. But we're not bringing the stuff down. Okay. And so we're becoming more and more reliant on satellite data, but we're not cleaning up after ourselves. So you're telling me that a little piece of space junkcould take out the satellite that I rely on to get here. That's exactly it. I hear that the employees here have a different name for the company. They don't call it Astroscale. What do they call it? Space Sweepers. Space Sweepers, okay. That was what was on the shutter out there. Okay. Space Sweepers, so... That's it. Cool. So we want to clean up that orbital highway. We always say that the orbit is just another natural resource. So just like...there's forests and rivers and oceans here. The orbit is just another natural resource. And if we don't protect it, if we don't sweep it, if we don't clean it, there's going to be problems. That's the sustainability. That's it. We're an environmental company. このアストロスケール社なんですけど、今年3月に実証実験をやることになった。実際に宇宙に行って、スペースデブリを回収してみる。で、その時に掃除機の役割をやるのは、エルサ D という衛星です。こちらはエルサ D のサービスアートクライアントの模型になります。で、サービスアーは、宇宙ゴミを捕まえる衛星でして、クライアントはエルサ D ミッションにおいて宇宙ゴミを模擬する衛星になって、実際は生きてるんですけども、生きてるからこそいろいろな姿勢を自ら変えることによって、宇宙ゴミを模擬しようという衛星になります。はい、掃除機とゴミの役割ですね。おっしゃる通りです。ごめんね、ゴミ。今日は特別に直接見せてもらうことになった。でもやっぱりね、超敏感なものなんで、僕もこうやってクリーンウェアを身につけることになった。まあやっぱり衛星だから衛星にうるさいです。では入りましょう。スペースデブリを捕まえるのは、例えば銃弾を捕まえるよりもはるかに難しいんです。秒速7から8キロの速さで、さらに回転しながら宇宙空間を漂っているスペースデブリを捕まえるため、エルサ D も回転しながら相対速度がゼロになるように近づいて捕まえます。
エルサ D にはすごい技術が詰まっているんです。彼方の向こうでスペースデブリを捕まえたエルサ D がその後大気圏に突入し燃え尽きる。そうなんです、このスペースデブリ、宇宙ゴミの焼却炉となるのはこの大気圏なんですよね。でそれを抱えたままエルサ D も燃え尽きるのはなんかちょっと悲しいんですけど、寂しいですけど、でも人類のために大活躍して最後に燃え尽きるというのも、まあエルサ D 物語のかっこいい結末でもあるんじゃないかなと思います。これから10年でものすごく打ち上がっていくのが分かってるんですね。例えば人工衛星、多分この10年で4万6千機ぐらい打ち上がります。4万6千機、4万6千機、今3千あるのにその15倍ぐらいぐらいがブワーって打ち上がっていくんですね。加えて今有人、まあ、あの人って今宇宙に6人いるんですね、国際宇宙ステーションに、はい、ところが2030年には多分年間1000人か2000人ぐらい飛んでると思います。だからあの安全航行、安全に旅できるように、あるいは普通の無人の人工衛星も安全に飛べるようにしてあげなきゃいけない。なるほど。多分これからの宇宙開発っていうのは、その持続利用って何なのかっていうと、別に開発を止めることじゃないんですね。どんどん開発の打ち上げていけばいいんだけど、どんどんゴミも回収していくって、そういうプロセスを回していくことかなと思っていて、多分ずっと仕事あるなと思ってます。なるほどね。スペースデブリ、宇宙ゴミと聞くと簡単に拾えばいいじゃんと思いがちかもしれませんけど、ここに来てその作業はどんなに複雑で難しいのか、そしてどんなに危険なのか初めて分かった気がします。でも同時にどんなにかっこいいのか考えるだけで感動しますね。スペースデブリは回収するものだけではないんです。我々の生活、そして命をも守る作業なんですね。回収者ではなく警備隊いやヒーローがやる仕事だと今日思いました。皆さんもそのかっこいいヒーローを応援していきましょう。